スタンサム。うめえ。上がってくるのこりゃ。うん、やるかい。うい。接近してくる。ちょうど今日だけだもんね、雨じゃないの。ねえ、梅雨入ったのかな。もう入りそうだ。明日って大雨らしい。大雨だ。うん、しっかり設定してないと。だよ。でも風は出んのかな。風はそんなになさそうだね。ほう、英語的に笠原山荘はね、地盤がいいから ね入りやすいのに抜けにくいもんね。これ最高だよ。ほら、結構うっそ、積み方を間違えたハイスタイル、ハイスタイルだよ。いや、晴れた、晴れたね。戦ができないね、これじゃ。戦ができにゃっすよ、できにゃだ。いや、浜とかできにゃよ。この前、下田に遊び行ったら、うん、めちゃくちゃどぎつい伊豆弁喋ってきてたの。いるよね、たまに。ブランケットはいいかな、うん、テーブルの高さを合わせて。どう、うん、いい感じ。いいです。今日はハイスタイルでやっていこう。ハイスタイル。今回なんとこちら、おジャクリーポータブル電源潜入をジャクリーさんからご提供いただいたんで、おはよう、飲むかー。いいよ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 。ブクブクするやつじゃん。ブクブクします。やっていきましょう。やっていきましょう今回。はい、冷蔵庫も持ってきちゃったから、冷やし放題、飲み放題です。AC オン。よいしょよいしょ。ほなほな、今回こちらだからね。飲み放題、飲み放題です。よいしょ、飲み放題やっちゃいましょうね。ちょうど気温がいいね。いいね。富士山も見えてきましたよ。ねえ、暑いね。絶好調。レモンサワーバカスカ飲んで忘却の水平線を越えていく。ホライズンオブオブリビオンを、オブリビオンを越えていく。ひょうたんさんでお願いします。オーケー。マツクスで、マツクス行きます。まあ、こちらでアンサワー専用で言いましょう。お願いします。いやまだね、うん、大時間だから今日は。あと3時になるんだね。3時だ、うん、明日大雨だからか、誰もいないね。無謀な。いっぱい目だからね。いっぱい目だから。うわ、セーフ。セーフ。セーフ。これは何になるんだ。これはちょっとビビってますね。よし。まあ、ここに。いいね。
無限に炭酸つけるからね今日、うん、しかも強炭酸なのがいいよね。そうだね、しかもちょっとね緩んだら緩むっていうかね、うん、抜けてきたらもう一回追い炭酸できるからね。うん、最近これ持ち歩いてるもんね。確かに毎回使ってるねこれ。きつー、イエース、イエース。それでは、はい、本日ジャグリーさんの川柳を使って楽しいこといっぱいしていきましょう。キャバイキャバイ。あ、お、すっぺー、きくー、すっぺー。そもそも濃いのにね。うん。なんだっけな。濃いめのレモンサワーの濃いめだ。濃いめ。いやー気持ちいい。最高だね。今日の飯は。本日はお肉をいっぱい焼いてます。しかも今回は、うん、炭も薪も、うん、使いません。ということで。お願いしてもいいでしょうか。はい。ケンイチ家でめちゃくちゃ使ってる。ホットプレーツ、ホットプレーツ、これボッコボコ。家よ家。最高じゃん。ほな、繋いでいきます。はいよ。ほな、つけていく、つけていく。250いっちゃっていいですか。250お願いします。おお、すごい。1366、3発使ってくからね今回。確かに。いいですね。いいね。てか、も持つんだねこの1300ワットでも。 0.71 だから、うん、0.7時間、40分、45分ぐらい、うん、持つのかね。いきましょう、ガンガン焼いていきましょう、うん、何があるんですか本日は。牛タンからいっちゃう。いいね、牛タンからいきましょう。お肉といったら厚切りでございます。すごい分厚い。これはうまいっしょ、うん、温まってきたんで、うん、焼いていきましょう。お願いします。これ塗んなくてもくっつかない。あ、そうなの。うん、フッ素だから。ではでは、いきます。お願いします。まあいいね、家じゃん。家だね。家じゃんこれ。最高だ。結構ね頑張ってるんで。今何パー。87%。いいね、いってますね。俺ら今ね、うん、今使ってるやつが、うん、ジャクリーの線だよね、うんうんうん、これニューになってね、うん、21% ちっちゃくなったんですよ。あ、この体積が。そう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 。へえ、すごい。あ、確かにちっちゃいねこれ。そうそう、なんかちょっともうちょっと縦長だったのがね、うん、ちっちゃくなったんです。へえ、うん、容量はでかくて高出力だけどね、うん、大きいなーなんて思ってたんだよね。重たかったしね。そう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 。重量 31%。 31% あれより。そう、あれより、体積は 20% だ。 20% ちっちゃくなって、うん、30% 31% 重量を軽減。すごい努力がすごい。ジャクリーさん、ねうん、最終的にもう おにぎりぐらいになっちゃうんだよ。めちゃくちゃちっちゃいやつ。あのジャクリーの100みたいな。それでいて、そのあれは出力と容量は変わんないんだ。そうだね、変わんないね。すごいな、うん、ほんでほんで、味付けは、はい、マキマキシモ使ったね。いろんなマキシモあるから、ね、はい、次足し次足し使ってるから。そうそうそう、結構ね、食べるから。先に入れたやつがもう、あ、やばいやばい。先に入れたやつがいい感じになってると思うんです。あ、いいね、こっちもいいね。どれもいいよ。あ、いいんじゃない。あ、まそう。こっちが後、これが先。あ、うまそう。うわー、うまそう。クッピー、いい感じ。うん、うん、あ、ここだ。うまそう。うわすごい。4枚しか入ってないけど、こうやって食べればねえ、ね、確かに1杯で4倍 ?4 枚ですね。これで肉じゃんか。確かに、もうにしてもいいかもね。あ、確かに確かに。そうそうだ、76%。おお、
ただきます。うん、うまっ。うん、バリうま、バリうま。うわー、やらかっ。うん、うわ、またレサワが合う、レサワが合う。うまいな。飛ばすね、今日は。そうだね。もうだって、うん、焼肉してね、うん、酒飲んで寝るだけだから。もう上に寝床あるし、うん、雨の準備だけね、まあね、して寝れば、うん、いいやん、うん、最高だ。あ、でもこれ考えて飲まないとなくなっちまう。そもそも確かに。どんなに電源あっても酒は作れないから。では、ケンチ君ストップって言ってください、はい、まだまだね、長いからね、先が長いから。ダンサブ。危ねえ。忘却の水平線まで行っちまったよ。行きましたね、行きましたね、完全にこれは。よいしょ、炭酸を吸っていく。いやー、いいね、いいね。今日はもう早めにいっぱい食って早めにすっ飛んでいきましょう。そうだね。雨が強くなる前に撤収できればね。そうだね、勝ちだから。オッケー、ちょっとお願いします。おっ、せーの。ジャクリさんには大変いつもせーの。個人的に使っててももう5年、5年以上経ってるのかな。そうですね、4、5年。そうよね、年々、ね、どんどんパワーアップしてるからね。ねえ、こっから楽しみですよ。確かに、おにぎりサイズ、おにぎりサイズ。まあ今日はね、もう炭酸もホットプレートも何でもあるんで、はい、とことんやっていきましょう。キャバイ、キャバイ。いやし、それでは2杯目。あっ、そうね、ふっと夏だね、夏だね、うん、なんかね、蒸してきそうだね。うん、蒸してきたらいい感じだな。そっち行った。気持ちいい、すっ気持ちいい、すっ気持ちいい、すっ気持ちいい。今日飲み切るんで。うん、そうだね、もう半分ぐらい飲んじゃったもんね。え、まあ、ゆっくり飲んで、あとなんだっけな、次のお肉はなんだ。次のお肉はなんとなんとラムもあるんですけど。ラムもいいね。サムギョプもいけます。あ、サムギョプ食べたいっす。そう、サムギョプ先生、ラム結構あっさりしてるから、うん、早いうちにこの豚肉ちゃんで油とレモンサワーで、確かにね、やっちゃって、うん、なんでまず牛タン全部食べちゃいます。そうだね。うん、うん、うめえ。盛り上がってくるね、これは。うん、サムギョプサル用の三枚肉ですね。三枚肉って言うんだ、これ。三枚肉って意味なんだよね、サムギョプサルって。あ、そうなんだ。うん、詳しいっすね。ここがこう三枚になってるからっていう。あ、お肉もそうで。そう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 。こちらをサムジャンと、うん、キムチを、うん、乗せて食べていこうかなと。いいですね。味付けは塩コショウにしときましょうか。そうだね、キムチもちょっと火通しちゃう。ああ、いいね。お、車だぜ。車がうまいよ。このキムチに火を入れるのバーでもやってたやつだね。うんうん、ごま油ちょっと垂らしてもうまいんじゃん。間違いない。これだけでもうまいっすね。ね、あ、いいね。これ最高。これで、はい、楽しみです。
あーうまそう。うふぅ、さすがに、さすがにこれだけでいけちゃう。ちょっとキムチつまましてもらっていいですか。あー、やりましょう、やりましょう。キムチにごま油かけるとめっちゃうまいよ。うまっ、うん、なるほど。いいんじゃない、いいんじゃない、いけるよ。おー、うわぁ、網目がいいな、ね、網じゃないけど焼き目がね、焼き目がうまそう、うん、58% までいったよ、もう58、うん、でもこれ一回できちゃってば、うん、もう結構食えるよ確かに。よし、そしたらはいよ、こいつも切っていきます。はい、うわー、うまそう、うまそうだね。よいしょ、うわぁ、これは幸福で炊けるぞ幸福度と脂質が比例してくるからね一個してる待ってたから、トレーニング頑張んないとダメだなでもなんかすごい痩せたねってコメントいっぱい来てた。あーねえ、ありがとうございます、うん、産地を買ってきたんで、産地久々に来るな、くるんでいた。こちらに、うん、今日はもう簡単にサムジャン、サムジャン、サムジャンもね、どっかの動画で前作ったことあるんだけど、うんうんうん、また簡単に作れるの、また今度サムドクターやるときはしっかり作ります。根本くんが作るサムジャンうまいもんね。そう、結構俺甘めに作るから、ね、うんうん、うまみ甘み強めに作るから、うまそうです。えい、キムチ、うわこれはどう、いってらっしゃい、行っていいんですか、行ってらっしゃい、行ってきます。チャンピオンになっちまったウィーアーザチャンピオンになっちゃった。うーん、うまい、うまい。おーおーおーおお、バリうま、いってらっしゃい、いただきます。うまそう、9月だな、おい、いただきます。うん、バリうま、うん、肉厚でもう、うん、めちゃくちゃいいね。ね、油がまたうまいんだよね、うん、普通にこれだけ食ったら、うん、気持ち悪くなっちゃいそうだけど、うん、産地はなんとかしてん。そう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 、よいしょ、気をつけろ、気をつけろ、よいしょ、うん、成功しました、ぴったしだちょっと追い炭酸していいですか。はい、よいよ、いやー最高だ、すごい炭酸、炭酸の量だ、炭酸強い方がいいって言ってたよ誰が、ちゃんちか言ってないけど彼氏が現在こんな快適なキャンプをさせていただけるジャグリーさんに感謝して、やばいやばい、
あーストップ、超えた超えたまあ特殊な訓練我々受けてますんで。そうですね、うん、とはいえあの後で足して足して炭酸いっぱいあるんで、そうですね、足して足して自分の美味しい頃合いで飲みましょう。すいません、いただきます。ちょちょいちょちょいちょちょいちょいキャンスパイキャンプイン。だんだん最初だけ酸っぱいんだよね、うん、氷が溶けてきて、そう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 、いい感じにね、いい感じになるんだよなんだかんだいいグラスですねそうだ、ほいでほいで、こっからじゃちょっと今何パーだ、何パー、ちょうど50パー、うん、こちら、うお、ラクリー、うん、ソーラーサガ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 100ニュー、100ニュー、ちょっとやってみましょう、やってみましょう。この2つが合わさると、うん、なんとジャクリーソーラージェネレーター1000ニューになるそうです。あ、なるほどね、このセットで、このセットで、うん、ジャクリーソーラージェネレーター1000ニュー、1000ニュー、うん、になる、うん、じゃあちょっとフュージョンしよう、やっていきましょうか。そうなん、ソーラージェネレーター100ニューつないでいく、お願いします。刺すとこかね、そうなんですよ。そう、前まではね、うん、この AC の電源もね、ねえ、そう、バカだったよね。そうそう、俺ら会社で、うん、壁際で充電するのが多いからね。そう、結構ニョキって出てくんじゃん。ね。それが横になったから。へえ、いいね。便利になったらしい。インプット。インスプットして。曇りだからね、ちょっとどこに太陽があるのかはね、うん、なんともなんですけども。でここゴムになってるから角度つける。あ、ゴムになってんだ。うん、でここに繋げると。繋げる。いきます。はい。このソーラーパネルだけでも、うん、スマホ充電したり、iPad とかタブレットの充電があるらしい、できるらしい。すごい。あったあったあった。あ、そこか。これにあれを繋げて充電できるの。え、あ、光ってるね。あ、USB-C。うん。USB-A。すごっね、災害時に、うんうんうん、まあ、こういうね外でやるときは、うん、充電しながら使うこともできてしまうというわけですね。どうですか、充電できてるんですか。ちょっと今日曇りではございますが、ございますが、14ワットいっております。インプット、インプット、インプット、うん、14、あ、15いった、一瞬15見えた。15ワットってだってスマホの充電で言うとさ、うん、結構充電できるよね。問題なくできるんじゃない。うん、急速とまではいかないけど、うんうん、スマホの充電をできるやつ、確かに早いやつ30とかだっけ、45とか60とか、うんうん、あ、でも全然十分だよね。確かにね、うん、それがここをつなげばいけちまうと。そうだね、中継、まあ、本体からもいけるし、うん、本体なくても、うん、ソーラーサガ100ニューがあれば、ソーラーサガ100ニューがあれば、100ニューがあればいけちゃうわけですね。なるほど、うん、でなんかねこれもパワーアップしてるらしい、うんうんうん、電源を使ってないときは、うん、まあ、これで給電しっぱなしにして、うん、あ、ちょっとワット数が増えてる、本当だ、17になった。うん、そうだね、日が出てれば相当、前もすごい発電した、うん、発電したもんね、してた。でなんか今回はね、うん、大幅にパワーアップして業界トップクラスの 25% の発電効率らしい。何に対して 25%？ なんだろうね100当たったら 25% を変換できるってことなんじゃない、うん、ああ、そういうことね、うん、それに対してってことか。そう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 、あ、どんどん上がってる。で防水基準もねすごい、うん、IP68 ってやつだから、うん、まあ、変な話これで外に出しっぱなし にしない、雨に濡れても問題はないぐらいじゃないのかな、防水効率がアップして、うん、あ、ぐんぐん上がってるよ。ほんとだ、18、19。じゃあこれで、うん、給電しながら肉を焼いていく、レッツゴー。強えな、やっぱり久々に出したね確かに、家家だよこの
コンセントの使い具合がね。ねえ。扇風機、うん、ホットプレート、うん、冷蔵庫。家です。家だ。家です。次の料理は焼き鳥。焼き鳥くんもいるよ。焼き鳥くんもいるよ。うわ、いいね。じゃあ。あと。ビッグですごいよね。そう、こういうのもちゃんと。ビッグなところにビッグなサイズ。大村預金店。静岡県民しか知らない。ボコボコだな。気持ちいいです。ほなほな焼き鳥さん、オープン。よいしょ。あ、いいね、軽く。あ、いいね。あ、いい。そこまで新鮮になってる。よしよし。うまそう。いただきます。いただきます。熱いって言ったから箸で。うん、うん、うん、うまっ。そう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 、もうだめ、もうだめ、もうだめ。うん、うめえ。新しいキャンプの形って。そうだね。家仕様で。うちらね、模索してるからね。そうだね、いろんなキャンプの形を。この前のね、うん、テントだけ立ててね、普通に居酒屋にご飯食べてる。佐渡島で。ちょうどゆうさんがいてね、地球の、うん、ね、うん、ちょっとじゃあ僕ら飯食いってきます。おお。ビビったな。ビビった。間違いない。締めいきますか。お願いします。まだある。20%。優秀。優秀だね、うん、お湯を沸かして。おい、いきます。おらおらおら、家だぜ。よし、お湯を沸かしていく。はい。1200W。 おお、もっと耐えれる、ね、お湯も沸かせるね。さすがに同時はね、オーバーになっちゃうから。うん、一個やれば。お湯沸かして何をやりますかというと、はい、もうつこタンメン。もうつこタンメンをただ食べるだけじゃございません。ございません。こいつを袋に入れていきます。こいつを。痛そう。あ、いいの、いた。こいつで叩いていく。叩いていく。はい、砕いた。砕いたやつを。やつをこっちに一回戻します。戻していく。で、こっちも今ホットプレートに変えてる。さっきの焼肉から、うん、こいつは水入れなくていいんだ。水を入れます。お湯か。結構酔っ払ってきました。あります。あります。沸いてます。水とか、まあ水でもいいらしいんだけど、うん、今回は僕らはお湯で。お湯で半分ぐらい。い、結構濃いめでいいんだね。濃いめでいきます。なぜかと言いますと、チャーハンを作ってきます。よいしょよいしょ。かぼいかぼい。やばいやばいやばい、待って、やばいやばい。キュッパキュッパキュッパ。いいぞいいぞいいぞ。ここは時間との勝負だ。具材は特に入れなくていいってことだね。卵を入れます。卵ちょっと取ってきます。大丈夫か。はい、ここに卵。はい、よいしょ。卵入れて、入れてがっつり高温で。忘れ物が多い。忘れ物が多い。卵を崩していく。していく。うまそう。もう、もううまそうだね。ここに砂糖のご飯ぶっこんでいく。ぶっこんでいく。よいしょ。よし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 。もう
これだけでうまいもんね。うまいよ冷静に考えて、うん、卵ご飯だもん今ね。ちょうどなくなるぐらいかね今。あとね、あ、3杯だった頑張れ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 。幸い今ほぼ火取ってるもんだからね。そうだね締めに持ってこいの料理ですね。はい、いけます。なるほどね、うん、ご飯と混ぜるから、うん、濃いめでもいいわけ。そう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 。あ、ゼロパーゼロパーアニメでいっちゃいました。でも給電してるから、ここから給電してるから8ワット給電してるからね。オッケーオッケーオッケー。でも多分余熱でいけるなね、うん、ちょうどよかった。うん、うわいい香りするわ。お湯も作って冷蔵庫もずっとやってて確かに炭酸作って、うん、扇風機回してやりすぎですね。ね、一人暮らしの人より家電使ってるかもしれない。でね、このソーラー、ジェネレーター、ソーラージェネレーターがあれば、もう災害時もね、給電してくれるし、このこれからの時期、台風もあるしね。そうだね、うん、結構役に立つもんね。うん、そういう時割と停電したりするから。この前うち停電したからね。うんうん。こういつもキャンプしてるからさ、うん、ポータブル電源も持ってるし。うん。ライトとか、うんうん、そこら辺も持ってたから全然なんだろう焦んなかったもん、うちら。確かに、うん、まあその停電時間はすごい短かったけど、うんうんうん、やっぱねそういうのをね持っとくだけで安心感がある。多分他のご家庭は多分相当焦ったもんよ。そうだよね、うん、スマホ充電できないっていうのでまずさ、うんうん、情報が遮断されちゃうから。そうね、不安になっちゃうよね。そう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 、そういった意味でもジャクリーはね、うちだってもう5年、4、5年使ってるからね。そうだね、初代のやつまだ生きてるからね。ねえ、うん、ピンピンしてるよピンピンしてんのガチでジャクリーだけだよ。そうそうそう、それがすごいよね。すごい。じゃあここに、あ、また忘れ物したるどこに行ってんだあの人。最後にででん、ネギを3割引きのネギを入れればパラリパラリと。じゃあ、オッケー。うまそう。あるよ。あ、最高じゃん。最高じゃん。これもちょっとかけておきましょう。うん。お願いします。あー。よっしゃー。色味が来た。いいね。蒙古タンメンチャーハンの出来上がり。いただきます。いただきます。仕上げに激辛いやつもあるんですけど行きましょうか。行きましょうか。あー、うーわー、うまそう。ヘラですくって入れちゃえばいいんじゃない。あ、確かに。くわー、あたす。よいしょ。いただきます。いただきます。うわ、うんま辛うまいね。ちゃんと蒙古タンメンだ。うん、あ、うま。あ、でも 卵が入って、うん、ちょいまろやか。そうだね、おいしいおいしい。ご飯がホットプレートで作れた。ありがとうです。ありがとうです。ジャクリさん、いつもありがとう。じゃあ、はい、いつもゼロパーツするか行くか、最後の最後に、最後の最後行っちゃいましょうか。じゃあ、うん、よいしょ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 、あれ、あ、まだいる、まだ楽しめる、ま、ちょっと炭酸置いたの始まる、うん、最高だね。さすがにこいあ、すて京丹さんなんで
あーいいね。 100% から 0%、 そして我々はここから 100% まで登っていきましょう。乾杯乾杯。そして今回なんと、うん、こちらのジャクリーさんが、はい、ビッグセールをやってるわけですね。はい、なんとなんと、まあ、本日お借りしたジャクリーソーラージェネレーター1000、うん、これとこれのセットですね、うん、1000入荷、うん、最大 45% オフでお得に買える、年に一度ビッグセールやってます。今回だね、うん、ねえ、うん、ね、結構そのポータブル電源ってあの買いたいんだけどって言われるとき、結構うちらもよく言われるけど、うんうん、待っとけ、うん、セールが絶対どっかにあるからっていうの言うじゃんね、うんうん、そう、それが今回概要欄にリンク貼っとくのでぜひ、はい、やってみてね、はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でバイバイ、はい。